明日。明日、さっき宮殿より通達があったんだ。我が騎士団を聖騎士団に正式任命するとの通達が。明日、どうした？ああ。そうだ、アス。その任命にあたって宮殿で祝賀パーティーが開かれるそうだよ。こんな時に少し何な気はするけれどね。それもそうだな。ところで君はそこに誰を連れて行くんだ？恋人とかいないのか？パーティーなんだからなるべく女性同伴で参加した方がいいよ。明日には特にそういう人はいないのか？へえ、結構モテてるみたいなのに。いつと言われると困るけれど、いろいろと。いや、ただ苦労するなと思って。誰とは言わないけれど、明日の身近にいる女性が。まあ余計なお世話かもしれないけれど、誰かしら誘うといいよ。じゃあ僕はこれで。何？僕？いや、僕には特に誘うような人はいないから。仲直りも何も、特にミーナと仲が悪くなった覚えはないが。一応声だけはかけてみる。いや、ただ君みたいに生きられたらいいだろうなと思って。じゃあ僕はこれで。ルー。
ちは。私仕事があるのでこれで。はい、何でしょうか。ええ、一応誘われましたけど。ええ、お断りしました。心配してくださるのはとても嬉しいんですけど、私にその気はありません。それに仲直りも何も本当はないような気がするんです。私、サージス様のことなんて結局何も分かっていなかったのかもしれないから、あの人が一体何を考えているのかだなんて考えてこなかったような気がします。優しくされることにただ舞い上がっていてばかりで、こんなことで好きだの何だの言っていたなんておかしいですよね。私、あの人が一体誰なんだかわからないんです。あれから考えれば考えるほどわからなくなってきてしまったんです。やらなきゃならない仕事があるのでこれで失礼しますね。心配をかけてしまって本当にごめんなさい。ルールー、こんなところで奇遇ですね。ルー、どうしたんですか、怖い顔をして。リー様、塚に手なんて置いてどうしたんですか。今にも剣を抜きそうな感じなんですけど。え、ええ、まさか私の気配に気づくとは。侮れない、以前よりはるかに成長している。我らの真の敵となる前に早く目を摘み取ってしまいたいところだ。まだ利用価値があるうちはそう簡単に切り捨てられない。しかしいつか
さっきはすまなかったな。わざわざ宮殿に行かせてしまって。あの後すぐに宮殿より通達が来たというのに。あ、ほっとした。これで私たちは正々堂々と前線に戻れるのだから。ああ、あれか。正直気が重い。理由はわかるが、そんなことしている場合ではないという気がしてしまってな。私にとってはそんなもの息抜きにもならない。嫌いなんだそういう場が。私と？あ、もしかして手当たり次第女に声をかけているのか。私は所詮その他大勢の中の一人か。つまり私は。それだけ？そうか。でも一応誘ってくれたのは嬉しかった。ありがとう。私はお前と一緒に行っても別に構わない。ていた。さっきアスの幼馴染が来ていたぞ。アスのことを探していたようだが。ああ、いらっしゃいませ。ここ最近お顔を見なかったので心配していたんですが、どこかにお出かけでもなさっていたんですか？え、旅行に？いいですね。私もどこかに遊びに行きたいです。まあこんな時に遊びにも何もあったもんじゃないですけどね。でもできることなら一花ちゃんのこと探しに行きたいな。ちゃんって誰かって？あたしのお姉さんですよ。実はずっと昔に離れ離れになってしまったんですけれど。なんて湿っぽい話はやめておきましょうね。さ、本日はどのようなご用件でしょう。何でも言ってくださいね。ありがとうございました。